二。劉備は驚いて何者かと振り返った。咎めた者は、どこから来たと彼の襟紙をもう容赦なく掴んでいた。見ると、役人であろう。胸に剣の理性をつけている。近頃は物騒な世の中なので、地方の子役人までが平常でも皆武装していた。二人のうち一名は、 鉄球を持ち一名は半月相を抱えていた卓賢のものです劉備青年が答えると卓賢はどこかと畳みかけて言うはい宅賢の老荘村の生まれで今でも母と共に老荘村に住んでおります商売はむしろを折ったりすだれを作って売っておりますがなんだ行商人か そんなものです。だが、と、役人は急にむさいものからのくように、襟紙を離して、劉備の腰の剣を覗き込んだ。この剣には、黄金の配管に、老管のお玉が下がっているのではないかむしろ売りには過ぎた刀だ。どこで盗んだこれだけは、父の形見で持っているのです。盗んだものなどではありません。素直ではあるが、 凛とした答えである。役人は、劉備青年の目を見ると、急に目をそらして、しかしだなこんなところに半日も座り込んで、一体何を見ておるのか。怪しまれても仕方があるまい。おりもおり、ゆべもこの金村へ、黄金族の群れが寄せて、略奪を働いて逃げたところだ。見るところおとなしそうだし、族ととは思われぬが、 一応疑ってみればならん。ごもっともです。実は、私が待っているのは、今日あたり甲を下ってくると聞いている、落葉船でございます。はは、誰かは身寄りの者でもそれへ便乗してくるのか。い,いえ、茶を求めたいと思って、待っているのです。茶を役人は目を見張った。彼らは、まだ茶の味を知らなかった。 茶というものは、瀕死の病人に与えるか、よほどな基人でなければ飲まないからだった。それほど効果でもあり、貴重に思われていた。誰に飲ませるのだ重病人でも抱えているのか病人ではございませんが、生来、私の母の大好物は茶でございます。貧乏なので、めったに買ってやることもできませんが、一両年稼いで貯めた小遣いもあるので、 今度の旅の土産には買って戻ろうと考えたものですから。うん。それは感心なものだな。俺にも息子があるが、親に茶を飲ませてくれるどころか。あの通りだわね。二人の役人は顔を見合わせてそう言うと、もう劉備の疑いも解けた様子で、何か語らいながら立ち去ってしまう。日は、 西に傾きかけた。赤ねざした夕空を赤い黄河の流れに対したまま、劉備はまた黙想していた。と、やがて。おお戦機が見えた落葉船に違いない彼は初めて草むらを立った。そして、眉に手をかざしながら上流の方を眺めた。